ふむ、前時代の心臓でしょうか。ご立派な像ですね。骨董屋に持ち込めばアンティークとしてさぞかし高値がつくことでしょう。ちょっとあんたたち待ちなさいってば。冷静になりなさいよね。あのさ遺跡にあるああいうのって大体お約束のパターンが。キャー、動いてる。元気をお届け。お待たせ、リズム上げるよ。外しません。エンチャントアロー。お兄ちゃん見てて、ウサギさんスラッシュ。お姉ちゃんも本気だよ。セイクレットパニッシュ。キッチンに乗った。やれます。わわわ、私だけ。元気をお届け。みんなのお姉ちゃんだよ。外しません。エンチャントアロー。行くよ。私に任せて。みんなを癒して。甘えていいんだよ。やっ、ウサギさん。お待たせ、リズム上げるよ。歌っちゃうよ。お姉ちゃんも本気だよ。セイクレットパニッシュ。お兄ちゃん見てて。ウサギさんスラッシュ。こっちにいたのお姉ちゃんは。まだそれが外しません。エンチャントアロー。甘いね。いいんだよ。えい。私に任せて。みんなを癒して。1、2の3。私だってえらく凶暴な守り神だったわね。疲れた。あらら、倒したら壊れちゃいましたね。かっこよかったからギルドハウスの玄関に飾ろうと思ったのに。残念です。ペコリーヌ様、さすがにあのような物々しい像を飾っておいたら誰も美食殿を訪ねてこなくなってしまうのではないでしょうか。どこからどう見ても悪の結社よね。